こんばんは、アメアトンです。今回は過保飲のクリアを目指しますので、まずはお弁当を、焼肉とチーズバーガーで、ボスが特製ステージに落ちた後の罠がやばかったんで、汚れ返しが必須なんじゃねえかっていう気はする。さあ、おお、来た来た、汚れ返しと瞑想か。汚れ返しは丸かな、丸ボタン。瞑想はいらねえな。奉納しよう。さあ、最初はちょっとね、カクカクなんだよね。ロードが終わるまではかなりカクカクで、ワンフロアに必ず丸薬はいくつあるんだろうね。一個一個ずつなのかな。え、なんか一周してきただけ。いきなりこいつら、汚れ返し威力低いな、やっぱな。だ、本当に回復用として使いたいので、メインの武器が欲しいです。スキルが、メインスキルが。瞑想も全貯めるだけでしょ。お、罠見えてる。お守り、これなんだっけ。一部遠距離を一部反射、いらねえか。視力層、なんか罠見えてるからな、先で使おう。4階層ぐらいから使おう。そっちが空いてる。岩薬が、あー、黄色か。岩薬がない、まいっちゃうね。食べ物の鳥だって。いや、岩薬が落ちてねえ。あれ、岩薬か、ピンクは。バレた、音でバレる。汚れ返しがダウンは取れるか。でもダウン取ったからといっていいでー、今朝とかがないとあんまり欲しくないんだよね、ダウンね。体力、力、これで終わりかな。ピンクのオーラの岩薬系だとすると、もう次の回に行っちゃっていいけど。で、カホイ20回だっけ。特に名もなし。バックステップの後、ちょうど今朝とかが当てやすい。あれ、うん、なんだ、あ、アイテムか。急に出てからびっくりしたよ。あ、食べした、いいか。で、いや、なんもねえな。特にだね、行こう。じゃあ食物の黄色、あれか、あれ入っちゃおう。ないよな、もう。待って待って、一応行ってないとこあるな、その右、ここ。あ、なんもなかった。じゃあ黄色の鳥居に入りましょう。早く新しい技をくれ。食べ物、おお、バーベキュー、てい、焼けた。あとは追撃痕、これいいか。うおー、まあでもいいか、特にデメリットないっしょ。これさ、敵を倒した時に最寄りの敵にっていうやつで、これでもしかしてさ、前回のなんだっけ、露天商に攻撃を当てちゃって怒ったとか、すごい時間差だったよね。かまいたちの札使ったは使ったけど、それよりかなり後になってなんか走ってきたから。遠距離を反射、
だからこれのせいで怒ったとかあるかもしれん。足が軽い、足が速くなる、速いね。あっちね。麻薬、居合が欲しいな。居合があると落ち武者とか巨漢が楽になる。黄色い鳥居のオーラが緑かが秘伝の鳥居になるのか、それが一番欲しいね。とりあえず汚れないし威力低すぎて普通に切った方が早いでしょうっていうね。暗殺のお守りは何かあるんだっけ。土消しが2個ある。敵に発見されてない間攻撃、ああいいんじゃないの。デメリットない。鳥居がある。あの色は何だ。敵多いな。これ倒さなくていいでしょ。お守りだ。向こう行ったら来ます。なんか鳴ってんな。それは毒消し、あれ俺使ったよね1個。岩薬、岩薬。敵も足速くない。なんかお十文字どうしよう。四角に入れるか。まあ、ないよりいいでしょう。これね。左に戻って。罠に気をつけて。まっすぐ。岩薬ねえな。あれ俺2個取ったか岩薬もう。おい。え？あ、なんかアイテム使う敵がいる。そんなのいるんだ。これ俺に当たるってことだよね。あの鎌初めて見たんだけど、なんか危ない。怪獣、北条のお守り、これ生肉落とすやつか。さあアイテムをどうしよう。つづら欲しいな。腹はそこそこ減ってる。毒消しが怪獣は必要。竹割りとりあえずいいや。まだいいやね。北条が悪い肉が落ちるようになる。まあデメリットはないか。取ったね。あれなんか岩薬がすごい少ない気がする。まあ行きましょうか。奥のお守りの間に入ります。すげえ戦いづらい。行っちゃう。さあ選択です。いずれか絶爆、絶あれ絶縁、絶縁はダメージが低下、絶爆はまあ絶爆にするか。なんだっけ、爆発属性を持つ攻撃のダメージが減少する。はい、防御力が上がると思ってます。ずっと同じこと言ってるけど。いきなり目の前、第4階層、食物の鳥居で火力発で燃えた時に腹が膨れるだっけ。悪い肉多分ここ戻ってくるから、とりあえず今取る必要はないっしょ。うわー、なんかあったっけ。ちゃうちゃうちゃう、ダウン取れ、ダウンダウンダウン、そう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 。いいよ、火力発電はいいか。知力層第4階層は使おう。
もう出るんだね、落ち武者ね。そろそろ居合とかがあると、随分楽になるんだが、全然巻物が出ない。回復口。置いとこう、ここに。すぐ使わないやつは。でもなんかあれだな、一回消えたんだよね、あれで。怪獣。回復口。とりあえず置いとく。で、なんか火炎瓶を当たった時に消えたことがあるから、それ気をつけ、まあ札だから燃えたのかもしれないけど。向こうに敵がいるってことだ。あれでバレない？お、え？瞑想、眼薬、あれ？微妙でござるな。そんな落とす敵がいるの？ちょっと待って。敵倒した方がいいわ、やっぱ。なんかいっぱいいんな。金縛りか。いやー、いいね、ちょっと待って、タイミング悪い。さあここからですね、敵がやばいのは。やばい、落ち武者がいる。落ち武者が前に来たら金縛り当てる。で、多分これでダウン取れない？汚れでダウン取って、倒し尽くす。やめろお前ら、やめい。とりあえず、いえー、うわー、爆弾。すげえ呪縛。これのね、判定がおかしいのよね。すごい低いところに。いてまだ持つ。いて、まだ持つ、まだ持つ。なるべく。あ、ぶれぶれぶれ。はまるのまず。いてー、ちょっと待って。まだ持つ。あぶれ。悪い肉、焼肉食べて、うわー、いっぱい来てたんだね、こっちに。居合来た。居合を三角、ここ、これがあれば汚れ返しと居合揃ったっちゃ揃った。これで向こう空いてない。こっちが空いてる。いやー、めっちゃいる。え、これ何？どういうこと？そもそもとして。いいよ。ちょっと待て、うわー、待て待て、おお、ちょっと残り体力4とか。終わらんの？倒したか。うわー、危なかった。いた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 、ちょちょちょ、そこから出んのかーい。うわー、びっくり。うわー、食らってる。熱血強化なんだ。待って待って待って、炎上状態。ああ、なるほど。まあいいでしょう。緑出た。あれ消すときに俺また食らいそうなんだが。アイテムめっちゃ出る。よっ、ばあちゃん見えんかった。あいつ、いてー。やべやべやべ。
まあでもまだまだ大丈夫、まだ全然あの親睦会あるはずだから。何階にあるんだっけこれ、親睦会。止めるところ止まった。それなんだっけ、超硬いのか。剣客いる、いいよ、無視しよう、硬すぎる。剣気、待って待って待って、強化しよう強化。汚れ返し、居合、とりあえず居合の威力上げとくと楽になるよね、いろんなことが。ガンガン上げていく。あとなんかあれ抱えてるやつね、シュラン、すごい音した。あいつを倒れたね、いいよ。鬼火まとい、お札か。腹は？腹ぼちぼち。おにぎり、鬼火まとい、ほっとこう。特にか、でも結構アイテム落とすやつがいるので、倒せるんだったら倒した方がいい、いいようだ。玉、どうしよう、玉いらないやつ、悪い肉捨てる。玉、よし、いこう。炎追撃、ダメだ、またあのダメージゼロ事件が起きてしまうと思うのでやめよう。さあこれでアイテムを選別していこうという話だ。悪い肉、火力発電、毒消し草、いやー回復光使っちゃおう。毒消し食べちゃおう。で体力回復して、食い物4つあるのか、そんないらんって感じではあるが、食べちゃう。また食べ物か、いらねえな。そのまま食べる、拾い食い。さあ青は炎上、身を焼くお守り絶対いらない。あれ、その追撃痕かなんかでそんなにダメージ入ったってこと、こいつに。あいつを先に倒さないとやばい、多分落ち武者は起きちゃうんで。上勝った、お互いに待ち状態。生肉、主力層食べちゃおう。でござるな、爆弾と火炎瓶、これ多分使うだろうな。うわー、アイテムがなんかもう
全然スタックしてん、まあ、とりあえず言え今は。落ち武者用に爆弾持っときたいとか思ってたけど、当たったか。まあ居合あればなんとかなるから。あ、これか。じゃじゃじゃ、こっちじゃねえわ。なんもない。あれがね、岩薬に見えるんだけどね、一瞬ね。落ち武者だ。いいよ。とりあえずダウンは取れる。青がいる、炎上がいる。いやー、リュウベイッチ。なんかない、なんかない。鬼火使うか。爆弾がやばい。つか生きてる。燃えてる。しまった。消えちゃった。いいよ。爆弾のやつどこいる？炎上怖い。炎上やばい。あ、でも汚れ返しあんのか今。奥の方で爆弾バンバン投げてくる。いやですね、あんま見えねえぞ。あ、そこに目の前にいたわ。なんだ秘伝書は。焼肉じゃない、強化だ。いや、犬威力あげよう。威力いいね。2回目。毒消しそう。毒味は毒状態と、まあでも汚れ返しあるからすぐ解除しちゃうと思うので、致命はいいんじゃないか。はい、クリティカルが出やすくなる。弾薬がない。視力層さっき取ったよな、食ったよな。クリティカル出たね。耳でござるな。あれ終わり？そっちか。弾薬が思った。あ、出たわ。あー、ここだったか。やっぱちゃんと来てよかった。ただの札。よし、では黄色あれだ、いきます。食べ物か。バーベキューの間か。バーベキューの間だ。食べちゃう。耳でござるな。第6階層さあ、また目の前に。できない。結構偏るときあるよね。おっと、あいつがいるね。般若僧。あぶね。おお、もう一体いた。いいよ。1000超える。いいね。オリビマトイ、まあガンガン使っちゃい的なね。あ、般若僧もあったからか。さっきの怪獣1個あるからいい。
千越えはもう消えそう。落ち武者もいる。居合はあります。怖えよ。来るなら来い。いいよ。倒したよな多分。とりあえずそのあれだね、反射というか敵を倒した時になんか出てくれるやつはひるめを取ってくれるから安全確保になるね。お守り、熱血強化、いいや。回復薬、それまた食べ物だね、これね。これも回復薬だ。帰りに食べよう。おっと、おお、居合の弱点はゾンビ相手にすげえ使いづらいことだね。モーションがコンパクトすぎて見えねえ。上がってきてます。それは回復後、回復がなんか今回すげえ出る。ヒロクソ食べちゃった。まあ、半分終わってるけど、ここのマップは走るとバレちゃう。回復こうはいいやね。どっちか、じゃじゃ逆だわ。おるよ、強化。いやいや、あげちゃおうぜ。威力、威力えげつねえことになってる。もう見えたんだろ、来いや。うおー、いいね、般若なしで。あぶね、酒。あれはすごいダメージ入ってたね。くるくるドンで黄色入ろう。まあでも食べ物か、あんまり行く必要ないんだが。回復薬満タンです。満腹なるんじゃないこれで。なるなる、行こう。恐ろしい気配。いやそれはもう暗殺しよう。戦略だ。何でも治るんだっけ。爆弾、敵めちゃくちゃおったよ。うわー、びっくり。やばいことになってる。あれ剣客だよね、あれハマってない。ハマってるっぽい。剣客無視しよう。向こうも行ける。一回りでかかったよね剣客。恐ろしい気配シリーズっていうのは赤オーラの一回りでかい系が出るっていう感じなのかな。まともに戦ったことないんだけどね。
水、腹は膨れる。美味でござるな。まあ、多分トイレ行きたくなるけど。で、右奥がやばかった。さあ、剣客とか来んのかこれ。来た、あ、間違えた、ボタン間違えた。ボタンを間違えてしまった。あっと、びっくりー。いやー、ちょっと変なの使ったな。逆上、絶爆。逆上はいいでしょ？絶爆が？いらねえか、これ。あ、でも爆発属性でしょ？なんかさ、蒸気の。蒸気のあの巨人のなんかハンマーナックルとかに爆発属性とかありそうだよね。つけるか。いっぱいになったら外せばいい、あれを。うわっ、ちょ、なんだあいつか。また見えねえ。敵の後頭部に当てずに俺にちゃんと投げてくんだよね、あれをね。やばそう。倒したか。いやー、攻撃力服毒ダメでしょ。金縛り、焼きおにぎり食べちゃう。土下座、あとで奉納。区内、機関、肉、いいな、行こう。終わったな。でもなんかさっきからガランガラン言ってんだよな。いや、行こう。あの奥に剣客まだいる？いるな。向こうあるわ。あれはやだ。それだけ丸薬取って行きます。鳥入っちゃおう。また食べ物か、あれ。何色？おばちゃん、パプチョス。いってー。めちゃくちゃガーディアンだったね。お守り。遠当て。のんべえ。遠当てってあれか。打撃、遠当てだな。なんか波動が出るやつでしょ。体力満タン時衝撃波が発生する。回復してえな。使っちゃうか。1個使う。お、満タンになった。あ、出る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 。あんなに増えんだね。いいよ。美味でござるな。え、この形状、遠当てのためにあるようなステージじゃん。俺があと罠を踏まなければ。あれ？
あ、出た出た出た。1500。思ったより、思ったよりだね。めちゃくちゃわらわら、あれちょっと待って、叫び女いたって感じじゃないこれ。やばい、落ち武者もいる、デカブスもいる。ひえー、これあれだね、居合は多分攻撃をしてきたやつにしか当たらないっぽい。よっ、まだ生きてる。いいね、童話て薬草、薬草を持っとこうぜ。一発食らったら薬草でまた飛ばって出るから。食い物ばっかだわ、めちゃくちゃ食い物ばっかだわ。食いしん坊か、俺暗殺いか。いやまあでもつけるか、どうせならば。敵に発見されてない時っていつだろうって感じだよね。飛距離はそんなでもないね。あれに当てられるのは美味しい。いいね、威力はそんな高くないけど。あ、でも100ってでかいか。机に当たって当たってないね。これでも出る？弱攻撃だけっぽいね。遠当てだな、弱だけっぽい。これは、あ、出てる。あ、これのが良くない？俺が前行かないから。あ、これやばくない？竹槍と知らん、だだ、音やめて。焼肉。美味でござるな。行っちゃっていいのか？あ、やばそうこれ。回復を持ってきてな。いやー、焼きおにぎり。北条。竹槍。やばい。あ、やばい。あ、やばい、やばい、やばい。狙うのはそれなりに難しいけど、角度が。あ、これはやばい。爆発少ない。あと普通に切った時もダメージが増加する、これのおかげで。やばいやばいやばい、あ、やばいやばい。あー、来ましたね、遠当ての時代が来ましたね。確かにこの振り方がかまいたちをやってるかのような。いいですね。うわー、当たってる当たってる、めちゃくちゃダウン攻撃判定。うでで、で、何食らったし、何食らいましたかね。
矢が飛んできた今。まあ、そんな感じで圧倒的に脆いけども、俺が踏んだんじゃなくて多分ゾンビが踏んだやつがあれだね、このプレートをゾンビが踏んで俺のとこ飛んできたんだ多分。追爆隠密、腹減りやすくなんだよね、やんじゃろ。秘伝クールタイム早くなる、いいよ。何を外すか、豊穣いらんだろ。武神の加護が宿っている、クールタイムが短くなる。じゃあ行きますか。怪獣いいよな、外す必要ないと思うんで、食物行った方がいいか。一応黄色のどこだっけ、あっちか、あー違うな、竹槍持ってく、あれか、包丁いっぱい落ちてる。炎上くらいいいかな、竹槍でいきます。これ焼いた方がいいかもしれないね。そして食べる、竹槍を装備しておく。罠が多い、やだな。そろそろさ、親睦会来ねえかな。うん、なんだ 800?気づかれてないからか。あ、すごっ、すごっ、隠密じゃない、暗殺つけてるからだこれ。罠怖い、罠怖い、暗殺つけてるから、この遠当てが10倍ぐらいになってて、威力が、かつ倒した敵を倒すと、なんかやなんか、え、連鎖したっぽいなこれ、そのあれで。土下座、後で奉納します。なんだっけ、敵を倒すと敵を倒した時、最寄りの敵に攻撃を行う、魂を生成する、あれのおかげで連鎖してる、やばいね。あとはじゃあ俺は罠にかかんないようにすればいいんだ。通でかかるだろうな。衰弱、え、それクロストリーになってるよ。そんなこともあるんだね。罠怖い、罠怖い。足狩りどう、バツにつけとくか。これでダウン攻撃というか、この速度が速いからいいんじゃない？セットとしてはかなり。で、向こうある？罠の気配多かったよね。超怖え、
こういうので食らっちゃうとえらいことになっちゃうので気をつけないと。秘伝強化、威力上げよう。威力マジかよ4個目マジ一撃必殺。これ足が速くなるやつだね。あった方がいいでしょ。遠距離ダメいらないな。あれ、あー、まず取ってからか。移動速度上昇、竹槍装備。怖い怖いあとあっちね。気づかれてんのか。倒した、いいよ。900とかやばい、マジで。追撃コン、次第10階層、お守り。だからこれ暗殺もう一個手に入れるとさらに威力上がるよね、きっと。ただのお守り、決死は瀕死の時かな。致命、クリティカルが上がるか。これは体力減った時だ。決死が体力減った時だよね。あ、決死、逆上が瀕死時だ。致命はクリティカルが出やすくなる。え、決死ってなんだ。決死、瀕死時か。致命の方が良かったかもしんねえな。暗殺必要でしょ、遠当て重要。絶爆、熱爆いらない。決死つけてもらえてんね。行きましょう。食い物食っとくか。満タン。やっと来た。あれ、ここは商人じゃないんだね。なるほど。爆発区内、区内炎上、うわ、区内が揃ってる。マジか、どうしよう。6本持てる、6本だね。で、奉納 OK、 奉納。どうしよう、まず威力。おー、揃った、全威力上昇。これやばいかもしれない。で、次は多分ね、足狩りが使いやすいと思うので、足狩りメインに。キャンセル可能だろうな。よし、満タン、行きましょう。進む。さあ、居合がえげつないことになっている。コマ必要。コマ欲しいね。生肉、やぶき人形、おにぎり。当たんねえな。で、終わってしまった俺のエンペラータイムが。終わってしまった。悲しみの回復庫持ってなかったっけ。持ってる。ここ一回終わったらやるわ。ちょ、うへー
悲しみの。耳でござるな。いいかな、使って。これ満タンまでいかねえかもしんねえな。しかもじわじわ回復だから腹減っちゃうっていうデメリットがある。だからやっぱ回復効より回復薬の方がいい気がする。コーププレートが出たらまた変わるんだろうけど、行くこれマックスまで。いった。あーしよしよしよし、ならよし。プレイスキルが多分どんどん落ちていくと思うけど、これやってると。こいつもなんかアイテム持ってたやつなんだね。追撃痕2個出んのかな、これあると。あ、貞子じゃん。え、これ多分叫ぶ女だよね、これだと思うんだが、バレる前に倒せてよかった。追撃これは2個出る、これだよね。うわどうだろう、いらないやつ。炎上時熱血強化いらないね。装備弾が2個出るかもしんない。追撃痕が、ただの札。何したんだろう。ぐるっと回っただけ、回っただけ。特にだね。オッケー。もう多分新墓会ないと思うので、秘伝書の鳥居だ。そっち行ってあと帰るだけか。うえー、逃げるやつ。あいつ逃げるだけでしょ。また紙人形というか命の人形あれ。おお酔っ払い。そのうちコテンと倒れるので。でアイテムが、あれ落とさない、落とさない場合もあるんだ。ビミでござるな。矢吹コマあったよね。コマは持ってくべきでしょう。これいいや、竹槍いいや。よし行こう。基本的には区内を装備しとこう。若津区内。黄色。いきます。選択だ。何がいいかな。剣気。土下座。十文字。キャンセル？あるね。あ、待って。これやっとくと、一発食らった後に、復活できる可能性がある、遠当てを。体力と満腹度の回復率。回復率？確率。回復確率。なんとも、なんとも言えない。でも、回復確率のやつをいっぱいつければ、上がりやすくなるってことだよね。それが？食物だ。ここ真ん中だね、中心。すごいね、暗殺。めちゃくちゃ連鎖してる。や
やー素晴らしいね、連鎖面白いな。2回出てるこれ。タイミングちょっとあれだけど、ちょちょちょ、着地で押しちゃうと、クソ強くない？たまに範囲で当たってる、やばいこれ。慣れてきた。バーガー耳でござるな。いいね。回復を。水燃費が悪くなる。回復を持っとこうね。いらないの、なんだ。毒薬いらん、毒薬いらん、毒素いらん。うわー外した。多分またこっち来ると思うんで、来ねえか。背後から当てたい。いいか、行くか。失敗したか。来やがれ。1600。2個出てるね、やっぱり。追撃痕。これちょっとね、どんどん倒してってるね。連鎖してる、連鎖してる、連鎖してる。すごっ。距離無制限？追撃痕の距離。かもしれない。毒素俺が捨てたやつだ。2個落ちてんだよな。あ、どっちも？どっちも燃費悪いやつ？ぽいね。打撃はいらないでしょ。うお、超威力、超威力。あぶれ。うわースーパーマーだ。危険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 。うわーこれちょっとめちゃくちゃやりにくくない？あぶれ。ちゃう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 。まだかよ。あぶねえ。爆弾人形。コマをスタックしたいけど、出ませんね。コマ。弾薬。般若草。いいか。いや、食べようか。よし、これで終わりだ。今のところ相当いいペース。爆弾はいい。出れるとこもう一個なかったっけ。あっちか。弾薬がまたあるかもしんないからね。追撃痕のおかげで。すごっ。マジかこれ。ただの守り。爆弾人形、弾いいでしょ。お酒いいでしょ。行こう。ここです。いただこう。おにぎり。おっと、まず遠あて、あ、今あったね、あの地蔵が。また寝さすんじゃないこれ。いいよ。
自動危険。向こうがあんのか。もういけちゃうけど、基本的にはいいよ。炎上はやだ。炎上勘弁。いやー見つけてしまった。デカブツ倒れた今の声、暗殺追撃痕のおかげで。おそらく。いやー、えげつない力がずっと連発してる。多分どっかの部屋が多分全滅した。あれで剣気コマいいね。あーすごい、うわ止まっちゃった。あれあれかもしんないな、あの叫び女っぽいのがいる。いたいた。あデカブツに当たっちゃうと連鎖しないわ。しかもデカブツはダウンしてると当たらない。他のやつに当たるんだけど、おいや倒しきてないよね。いいよいいよ。落ち武者いる。あと爆弾がいると嫌なんだけど、なんかやっぱいるよ。あゾンビ叫んでる。これ裏から来るかもしんない。嘘だろ。うわー終わった俺のエンペラータイム。いやーなんか拾ってなかった。回復こうか。またこうだわ。いやーまあでも行きそう。前回まで神木の実もまだ一個も使ってないのでかなりいいペースよ。前回いいぞ。前回だよね。出てます、旋風出てます。土下座ここ終わってるね。赤鳥居はあったと。見た。行っちゃおう。あれ？取れないね。そういうこともあるのか。しゃあない。おい、ちょっと待て。ちょっと待て。勘弁な。奥に赤あったよね。あー、びっくり。とりあえず大丈夫です。鬼火まとい。裏向いてほしい。よっ。
これのあれが効かなくなったね。暗殺が近づけまい連鎖してます。善ある？ないな。うわしかもゾンビ地蔵があったから、うわっ減りすぎだろ。スーパーマン倒れてからのが厄介じゃない？デカブツ実は。っていう気がするんだが。ちょっと待って待って、その回転の仕方。やっちまったな。薬草かなんかない？怪獣。集中層いいね。まいっちまったな。これぐらいだと、神木の実を食うわけにもいかないので、行こう。ここからやっとまた。いいね。いるね、落ち武者。爆発。爆発、いいね。弾薬落ちてる。さっき食えなかったの何だったんだろうな。落ち武者に当たったね、今ね。外した。やりにき。そこにあるんですよ、罠プレートが。期間は違う。あぶねえ。多すぎない？炎上。炎上。汚れ返し。とりあえず炎上はすぐに解除。あぶねえ。くわー、バンバン来んな。鬼火まとい、もういっか。ここまで来たらもう区内終わったか。使うか。超厄介。腹減ってきた。炎上マジ厄介だな。治んなかったし。うわ、やばいか。まだ？炎上硬くね。燃えちゃう燃えちゃう。どうしたか。集中層持っとこう。やばくなったら善がある。秘伝強化。足狩りか十文字。足狩りかな。足狩り全然使ってねえな。使おうでちゃんと足狩り。弱弱弱からな、その遠当てになりすぎちゃって、弱狩りの存在を、足狩りの存在を忘れているっていう。耳でござるな。鬼見まとい。耳でござるな。秘伝のお守り。秘伝ってあれだよね、クールタイムで。まあそろそろいいか。いらないやつ他あったら。暗殺必要、秘伝いる、逆上も欲しい。逆上いいか。あーでも決死がいらねえか。
カイジ1個あるから、2個あるから。あ、こっち書だ。すべてカイジだ。これやって、消して、秘伝、クールタイム。いいよ。ちゃんと入れる？入れるわ。運試し。いいね。回復薬いいぞ。いっちゃおうか。いや、まあ、あとはいいか。一応結構ここはもう見た。運試し全滅か。いいよ。あんま連鎖しねえな。バレちった。うわー、連鎖しねえな。いいぞ。まだ早っ。足狩り強えじゃん。危ない。ちちちち、これでいいじゃん。これガンガン当てていけばいいじゃんっていう。クールタイムも早い。あ、超強えじゃん。今更の話、なぜ使わなかったの俺はっていう。それは遠当てが強かったからです。浮き草、無敵時間あるね。ちゃんと いいね。うわ、うわ、当たってねえのか。回復怖ったよね。これで マックスまでいかない。いった、いいぞ。これだと出ないんだね。台は出ない。あ、いいね。バックジャンプ振り向き、あ、当たんねえか結局着地、あの転倒には。そうか、いいね。水、あ、そっか、何段ジャンプあるんだっけこれ。やばい、やばい、やばいかもしんないこれ。4回出るな。やばいなこれ。あー、あ、これ、うん、これだな。小ジャンプを挟んだ方が出が早い。格ゲーみたいな感じになってきたな、考え方かな。まあいいでしょう。無敵そう。破裂しそうだ。15階層、もうすぐ行っちゃおうぜ。鳥居見かけたらもう入りますよぐらいの勢いですよ。破裂、破裂。これでもう行く先の敵多分大体いないでしょう。もう入っちゃおうか。あれ、丸薬だけ一応見に行くか。大体もういない。毒味、秘伝強化、足狩りの威力、速度いいね。
今後あの蒸気のあいつにジャンプ避けた後当てる技が多分これだけになるんだろうね。キャンセルも効くから、まあ、即逃げられるし。素晴らしい。これが多分一番高速です。当たってる、これ2000とか当たってんぞ。倒し尽くした。爆風の威力がでかかったのかな今。チーズバーガー、秘伝強化おいしい。斬撃欲しいね。暗殺、遠当て、秘伝、致命、追撃、致命かな、いらないの。逆上いいな、瀕死にならない。斬撃いいよ。瞑想、つづら、やっとつづら、マジか、やっとつづら、信じられないね、今までなかったんだ。今思うに。独創、人形、玉、衰弱いいでしょ、怖えな、行こう。鬼火まといを装備しておく。爆発ね、爆発、忘れんなよ、爆発するぞ。集中層欲しい。いや、あったらいいでしょ、多分使っちゃおう。もう大丈夫でしょう。変なお守り装備しない。そうや、そうや、なんかあれだね、名前が分かんないお守りが出てない。いけちゃいそうだぞ、もう。あぶれ、はあ、致命はいいでしょ。致命ってクリティカルだよね。致命はクリティカル、いらないね。なんか変えそう。玉、あれ3個までしか持てないけどいっぱい変えちゃうやつだ。なんかあれだね、親睦会だとちゃんと修正されてんのに、ここで出会うとダメ。赤だ、赤なんだっけ。行っちゃおうか、お守りだ。もういいんだよね、言って。まだ行ってるとこある、これ。右行った？終わってるわ、行こう。入ります。全滅か。でも、もうお守りいらんと思うんだけどな。すごい、やっぱ弱で遠当て分が当たってるから威力が2倍になってるってことだよ、これ。終わった。遠当て強いな。バーガーデカブツも追撃痕のダブル追撃痕に多分やられたんだな、あれね。お守り、絶爆、絶縁、絶爆不要。さあ連鎖してる。向こうは大丈夫。
怖いな。まだか。ひえー。敵の数が尋常じゃない。来るね。この4連打が。ゲロゲロだ。いった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 。いいね、すげえ威力。大丈夫ね、あとあいつがいいんだよな。いいよいいよ。炎上を倒せたのは大きい。近寄れまい。倒した。北条は肉ね。足狩り。威力だな。強化。足狩り。威力いいんじゃないか。フラグ立ててる気がするけど自分で。北条、緑は秘伝の鳥居だよね。あれ先あっち行こう。一応まあここまで来ても慌てずに岩壁を探そうぜ。すごい、また倒し尽くしてんね。土下座。でも多分もうないと思うんだけど、あのあれは沈黙会は打撃はいらないでしょ。あっちだ。先にこっち。食べ物。敵影なし。敵影なし。声すんな。奥にいるか。体力今いくつあんの。2750。すごいな。声はする。いるね。そう、あれを当てると連鎖が始まる。すごいなこれ。全滅かこれで。ありがとう。集中層。お耳待てより集中層の方が重要な気がする。全モードが今回すごい強いから、クリティカルになるようになったんで、行きましょう。まあ、強化か。土下座。瞑想。居合か。待って、居合でもマックスだよ。どれでもいいや。どの道、奉納する。ないと思うけども。17階層。もう入りてやそこな。連鎖が始まる。始まんなかった。強い。危ねえな。危ねえ。一回返してこれで。よし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 。怖え。 OK。
まあ当たり前だけどこれの方が早いわ。オッケー、逃げる。シンプルに2倍になってるね、威力が。トワテのおかげで。いやい、7個目食べたいな。食い物が実はない。まだいけるか。焼肉で確か90とか回復するので。毒？なんかすごい吹っ飛んでった、いろいろと。全滅完了。金縛り。追爆。できる？いない。ゾンビ地蔵が。あれは塩結びだね。つづらの3つあれば多分大丈夫でしょう。食べ物はね。あっちも行ってないのか。大体倒しきってる。何もなし。いらないよな。泣き草。いるね。当たってる。素晴らしい。で、ぷよぷよみたいになってる。鬼火いらない。よし行こう。ここは俺だね。じゃあ入ろうか。黄色なんだろう。運試し。これか。神木界来れちゃったぞ。6個コマ6個ある ?6 個ある。やばいかもしれない。食えない。あれ？あ、さすがに、これはないんだ、ここの。かつ、バーベキューセットがある。奉納できる。何しよう。あ、マックス。汚れ返しのクールタイムがあると、混合体重要か。必ず、状態異常を回復できる。十文字。クリティカル、クールタイム。速度。はい、こんな感じ。居合のこれやばかったな。全威力上昇。行きましょう。さあ。18階層。戦略。もう俺は、汚れ返しあるからね。焼きおにぎり。ダメか。割れてないやつに当たってくんないとダメか。あぶねえなお前。あ、いたいたいた。連鎖が始まる。力。すごい連鎖が続いている。すごいぞこれ。下手に近づかない方がいいだろう。気づいちゃうと暗殺じゃなくなるから。爆弾人形、熱血強化。青いぞ。なんだ青かったっけ、あの赤の鳥居の。
入らなすぎて色を忘れてる。いいね、連鎖が始まる。やばすぎだろこれ。あれも戦略か、これね。弾薬、これは里に帰還、なぜに。いや、あれもランダム。そう、一回ね鳥居に入れないのに当たったから気をつけないとね、まあ、気をつけても無駄な時は無駄だけど。うおー、来た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 、これじゃねえんだな。いや怖え。でも2000出たね。あ、だめのかい。素晴らしい威力だ。危ねえから。いやー、危ねえ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 。転倒したデカブツマジやばくない？事故れる。シュラン。くるくるドン。ちょっとあの足元がよくわからない。ひっそりと地蔵が。鳥居が3つあるんだここ。おっ、水と火炎瓶。奥がある。落ち武者が倒れてる。落ち武者狩りにあったのかな。行こうか。いや、まだまだ。いや、行っちゃおうぜ。これもう行けるよ。うわー、え、踏みました俺。まあいいか。ボスはもう、遠当てなんて多分、当たらんでしょう、ダメージ。今朝、居合。まあ、どれでもいい。どうせ使わん。19階層。さあ、すごい量よ。おお、あ、もう出ねえんだよ。おのれ。ないかな、回復口とか。投げようぜこれ。うわ、外した。いろいろ爆発してんな、なんか。やばいやばい、あいつがいる。まあ、威力は相当上がってるわ。さすがに。こういうところ当てづらいんだよな。ねえ、じゃ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 。非常に当てずれ。どこ行った？遠当て。あったわ。なくてもいいっちゃいいけどね、もうね。いやでも、一個食えばマックスまで行くか、これ。ちょちょちょ。ちょ、弾。秘伝のお守り。いるか？もう一生。相当早いよ。現時点でキャンセル効くし、あー、足狩りやばいかもしんない。あと暗殺が成功すると美味しい。
久々に見たな。水面走り、水面走りの方がいいんじゃないかというコメントをいただきましたね。いつ慣れるかわかんねえけど、源と呼んでいくようにしようか。危ねえな。ゾンビ地蔵ありましたね。爆弾、鬼火まとい、つづらだ。集中槽を詰め込もう。3つも入ってる。集中槽ボックス、矢吹、まあガンガン使っちゃうねこういうのはね。ここに来てつづら連発。似てきそう。歩くのが怖い。倒し尽くし、うわーゾンビ地蔵だらけだよ。えげつねえな。悪意がすごい。切り上げ、投擲、ただの札、かかし、ちゃ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 危ない。ちゃちゃやめてやめて。おっしゃってるっぽいねやっぱね。ではさあいよいよ20階層ボスですな。どこだ鳥居。秘伝はいいでしょ。鳥居どこだ。まっすぐか。あぶね。ちょ、え、うん。鳥居はどこかな。まだ行ってない部屋あるか。鳥居、鳥居。ちょまっち、ちょまっち、ちょまっち、ちょまっち。うんうん、待って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 。道なし。いやまさかそんなことあるわけないよ。さすがに。左を。道なし。あとはこっち向こう側にまっすぐ行くだけ。嘘だろ嘘だろ。あーあったあった。あびっくりびっくりびっくり。だよねだよね。さすがにそうだよね。あったー。バグ修正しましたって書いてあったもんね。たまにあったらしいけど、鳥居が出なくなるバグ。オッケーね。よし秘伝だ。遠当て外しちゃうか。いやあったほうがいいな。暗殺いいか。行こう。弾があと3つ身は残っている。いけそう。行きます。運試し行く必要ある。最後に、まあ、行くか。最後にここ来たか。ただ神木の身はない。コマ、爆弾、区内。爆弾でしょ。6個。12個持った。奉納。あとは？
手枯れが、ま、クールタイムがいいね。あとなんだろうな、注文、まあもうキャンセル可能、万が一のためのキャンセル可能。さあ行ってみましょう。腹減ってきた。焼肉だ。最後のバーサーになんなきゃいけど、行きます。来たぞ。罠もうあるじゃん、よく見たら。そこに これあの威力か。早くね？多分これを当てるぐらいしか威力が全然だわ。居合取るか。居合取ろう。早くね？それ。うわ、そのあれか。ゾンビを取りに来るモーションが早いんだ。まいちゃんね、正面からだと泥道。一だわ、やっぱきついな。これは一でしょう。やっぱ今朝、きついな。背中に爆弾当てたらどうなる。よっ、罠が厄介よの。それなんだ。ちょっと減らしとこうか。とりあえず何発か当てればダウン取れるんで、そん時が勝負だね。集中速度またダウン取った時に一気にいきます。お酒のやつか。あぶねえ。やっぱりあれだね、何回も殴ろうとするとえらいことになる。基本的には足狩りだけの方が良さげ。チャンス。これそろそろ下、まだか。いやーい、すごい。左手がズゴック。集中走いっとこう。集中走いける。
大丈夫ね。いえあぶね、罠があった。まあまあまあ、罠食らっても汚れがあるんで、いけそういけそう。そろそろ食っとく？ちょっと心配な気はするよね。あの集中取っときます。多分下に行くと思うんで、またこれだよね。食らうの？食らうんだ、あれで。まあ一応デタウン取ったら集中、全開放入れた。やばい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 。罠ね、罠気をつけようね。あれどうすればいいんだろう、あれ。うん、ちょっと。やべ、うわー、しまった。あれ何なの？いやーきつい。どうせダメージ取れないよね、あれ。これやってみろ。くら、え、うわ、やべ。うわ、きっち。ちょっと。うわ、くらうの、あれで。うお。全然ダメージ取れねえ。飛びかかってくる、それをこれしかない。離れすぎるとあれはやってくるのか、多分あの火炎放射を。あとあれの隙にもダメージ取れるようにしないと。いやー近づくとあれだし、瞬間移動、かかし投げてんのか。フェア1、こわ。これしかなくね。つい。ダウンあるのかないのか。来い。危ないんだ、あれも。もうない。ちょっと、いやー、ダメダメ、最悪じゃんこれ。嘘だろ？マジか。うわー。
超強い。ダウン取れそうになったら、炎を撃ってない時にやること。それわからん。食べ物を捧げる？なんだ？なんか今出たよね。待て、きついきついきつい。ずっとあれじゃん。そこなんかあんの？いや、ない。あそこの祭壇のところでなんかできるっぽい。何だったんだろうあれ。食べ物を捧げる？あんまあのジャンプ攻撃してこねえくせにこういう時に限ってジャストミートしちまった。落ちてからがきついな。さっきの集中走もな、上で使うべきじゃなかったな。上は全然いけるわ。降りてからがえげつねえ。さあそんな感じで、ワンプレイ約2時間なので1回やるだけでこれはすげえ疲れるので、今日はここまでにしよう。下方院か、20回で2時間でしょ。無限の間とかどうなるんだろうね。きつかったなあ。やばい、いけそうではあるんだけど。15 15 20で、これ標準難易度でしょ、これで。えげつねえな。標準と地獄、高難易度と地獄が一体どうなってしまうのか。あと無限の間が44階層だから、真の強者のみ足を踏み入れるべし。まだまだだよな、俺は青2歳だわ。さあそんな感じで今回はここまでにして、どうしよう、戦略とか爆弾よりきつい。これ結局蒸気だもんね。クリアできそうなやつなんだろう。腹が減ってもやばかったよね。巨漢がマシかもしんない。進撃の巨漢なわけで、また次どれをやるかは次決めます。今回はここまでにいたしましょう。また次回。それではまた。